日本シリーズと言いますと藤田監督はなんと何度も、うん、そうなんです。ちょっとこちらをご覧いただきましょうか、はい、選手時代に5回コーチ時代に、9回そして監督時代に4回全部で18回出場なさってまして、はい、そのうち13回が日本一という輝かしい成績をお持ちなんですが、こんな方はいないんじゃないですか。まずいらっしゃらないでしょう、うん、結構本当ねえ、あの嬉しい思いをたくさんこうやってみますとしてますね、でも覚えてるのは悔しい思いしか覚えてないそうなりますと一番悔しかったなっていうのはやはりね、うん、あの3連勝4連敗現役時代に西鉄にね、はい、やられて、そのやられる元を作ったヒット、ね、今でも覚えてるんですね。どの辺を自分のどの辺を飛んでいったかっていう、昭和33年だったですね、はい、この打たれた球がものすごく印象に残ってるんですね、うん、忘れないです。一番悔しかったですか。一番悔しかった。誰に打たれたヒットですか。あのね、関口さんですね、詰まってね、ふわふわふわっと耳の横を飛んでいったセンター前へ、これが夢に出てくるんですね。詰まったまま出てきますか。時々今でもということですか。胸元へ投げたシュートの球をね、ガチャンっていってこうバーッといくのがね、もう負けたことばっかり思い出すんですけど、はい、やっぱり西武にですね、58年接戦して負けたっていうのがやっぱりいつまでも忘れられない、はい、昭和33年プロ入り2年目の藤田は巨人のエースとして日本シリーズに臨みました。相手は宿敵西鉄ライオンズ。これまで西鉄には日本シリーズで2連敗しています。西鉄のエースは鉄腕稲尾和久。藤田と稲尾2人のエースの対決に注目が集まりました。しかしシリーズ前半稲尾の調子は今一つ思わしくありません。第1戦ではスーパールーキー長嶋のヒットなどでノックアウト。一方藤田は力投を見せます。第3戦には西鉄に三塁を踏ませず完封。これで巨人3連勝、一気に日本一に王手をかけました。迎えた第4戦、巨人は早々と3点を奪い優位に立ちます。そして2回裏ワンアウト満塁のピンチで巨人ベンチはエース藤田をマウンドへ送り、一気に勝ちに出ます。しかし藤田は稲尾に押し出しのフォアボール。この後西鉄打線はじわじわと藤田を攻め、5回には4対3と逆転。このシリーズ初のリードを奪います。打線の援護もあり、ここから稲尾は信じられないような力投を見せます。守護神稲尾の復活です。結局西鉄が稲尾の活躍でこの後4連勝、日本一の栄冠に輝きました。藤田は6試合に登板するも健闘を及ばず、日本一まであと一歩のところで涙を飲んだのです。無念の西鉄戦から25年、藤田は今度は監督として日本シリーズに臨みます。対する相手は2年連続日本一を目指す西武ライオンズ。歴史と伝統の巨人、新しい力の象徴西武、初めての対戦です。このシリーズは毎試合のように逆転に次ぐ逆転が続きました。第3戦は巨人が、第4戦は西武が逆転勝ち。そして第5戦はまたもや巨人が逆転勝ちを収め、3勝2敗と王手をかけました。大詰めを迎えた第6戦、この日も1点を争う接戦になりました。西武が2対1のリードで迎えた9回表、ここからまたもや巨人は逆転劇を演じます。2アウトランナー1、2塁の場面で中畑が右中間へタイムリーヒット。巨人3対2と逆転します。いよいよ9回裏、この回抑えれば巨人の優勝です。ここで藤田監督は西本をマウンドに送ります。西本はこのシリーズ絶好調、第2戦第5戦で完投勝ちを収めています。しかし2試合連続登板の西本には疲れが残っていました。得意のシュートのキレが悪く、自ら招いた満塁のピンチで石毛にタイムリーを打たれ、3対3の同点に追いつかれてしまいます。そして延長10回裏、巨人は江川まで投入します。
しかし江川は代打金森にレフト後方へのサヨナラヒットを打たれ痛恨の一敗。続く第7戦も余生を勝って西武が勝ち逆転優勝。第6戦に勝負をかけた藤田監督、無念の敗戦でした。久々に嫌な VTR を作ってしまいました。意地悪をしてしまいました。すいません。思い出しますね。そうですね、あの金森のね、レフトへ打った球、レフトをうんと前出したんですよ、はい、普通のところ守ってれば取れたやつをね、江川の大きなカーブがね、ボールになった球をあんな遠く飛ばすとは思わなかったんですね。今思い出しました、見ながら。悔しいです。でも今見てますとね、33年もここで勝ちに行くというところで、エース藤田さんが出ていって、で、はい、次の場面ではここで勝ちたいというところで、あのシリーズのエースになった西本が出ていって、はい、逆になってますよ ね、裏目に出てますよね。あんまり運は良くない。悲運のエースっていうイメージがね。あの時西鉄は完全にもう負けたという気で、あの夜行列車で移動する、はい、あの東京移動する列車の中で、食堂車のビール全部西鉄の選手が飲んじゃって、ジェンツは寝台車でおとなしく寝てたっていう方しましたね。でもその後ジャイアンツは、じゃあもう西鉄ももうみんな飲んじゃってるし、もうこれはもう、そういう甘い気持ちはないんですけどね、勝たなきゃ勝たなきゃっていう気持ちが強くなってくるんですね、はいはい、ここまで勝ってんだから、そうですよ、ね、あと一つあと一つだって言って無理をしていくわけですね、はいはい、それは良くないわけですか。あんまり無理をしないで、やっぱり計画をきちっと立てて行った方がね、余裕があるんですから。まだ3つ負けられるんですから、3つ勝ってて3つ負けられるんですから、そういう計算しないとですね、1つも負けちゃいけないっていう計算になっちゃった時は逆に危ないんですね、うん、でもあのシリーズっていうのはね、特に投手起用がのあやみたいなものがあると思うんですけど、はいはいはい、58年の場合は最後西本行きましたね、あれはもちろんあれで勝つつもりで、そうですね、通用するピッチャーと通用しないピッチャーがいるわけですね、うん、相手のチームによってですね、はいはい、だから通用するピッチャーを探す、それからそのシリーズでヒーローになる選手を探すっていうのが大事なんですね、まあ、全てが難しいというような感じが日本シリーズなんでしょうね、通常とは全然違う、うん、もうね、異常な雰囲気ですし、異常な神経になりますしね、ですよね。早い話がランナーをファースト一人出すでしょ、はい、あ、1点取られるなっていうような神経になっちゃうよ。普通ペナントレースって思わないですよね。なんでもないんです。ゲッツー取ろうっていうふうに思うぐらいですよね、で、あの9回裏、うん、西本投入して、ワンアウト取ったところで藤田さんがグランドコートを脱いだっていうふうに聞いてるんですが、そうなんです。あのね、もうこれ胴上げだと思いますチャンパーチャックを下ろして、あのね、ものすごい寒いんです西武球場、カタ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 震えてたんですけど、はい、靴は履き替えましてね、金のついてない靴、危ないですからね、東京にね、でジャンボを脱いで、はい、さあと思ったらひっくり返されますね、その時やはりスパイクも履き替えてジャンボも着たわけですか。やっぱり着直しましたちょっと着替え余計ねショックが多かったですねさあ、まあそういうわけでですね、ここでちょっとあの、まあ負けた試合を2試合で見ていただきました。ちょっと藤田監督、ここで気分をですね、改めて気分良くなっていただこうということでございまして、続いてはこの試合、藤田采配が最も冴えたと言われているのではないかと思うんですけれども、平成元年のですね、はい、シリーズに迫りたいと思います。その前に、ヤクさん。はい、その気分の悪かった西武戦で、そのグランドコートを脱いだときに、実は藤田監督はくしゃみをしてるんですね。それは決してあの秋風のせいではなくて、実はあの向こう側の西武ベンチで、藤田油断したなと噂をしてたと思いますね。そのくしゃみだったんですね。1989年平成元年10月21日日本シリーズ史上に残る激突が大阪藤井寺球場で幕を開けました。藤田監督率いる巨人、大木監督率いる近鉄、日本シリーズ初の顔合わせです。しかしこの2人は過去昭和33年の日本シリーズで選手として対戦しています。この時藤田監督は巨人のエース、片や大木監督は西鉄の正二塁手、3連勝の後に4連敗を喫したあの日本シリーズ以来31年、今度は両者監督としての因縁の対決です。この年の近鉄は打撃のチームです。いわゆる納入打線が西武、オリックスといった強敵をなぎ倒してきました。特にブライアントはホームラン49本、恐るべき破壊力です。
一方巨人はピッチャー主体の守りのチームです。この年20勝を挙げた斉藤、17勝の桑田、12勝の牧原が先発3本柱です。さらに宮本、高田といった新たな若手も育ってきました。藤田監督はシーズン中怪我をした牧原の代わりに彼らを先発として起用しました。そしてできるだけ完投の機会を与え自信をつけさせたのです。投手力を前面に押し出してってやっぱり勝つということ、昔の武将に例えれば自分の城をまず固めといて、それから攻撃に転じようというような形を持ってましたよ。迎えた第一戦、巨人は先発斉藤、必勝の構えです。しかし1回、近鉄の先頭バッター大石は第1球をいきなりレフトスタンドに叩き込みます。この日の斉藤はスピード、コントロールともに今一つ、近鉄打線を封じることができません。シリーズ第1戦は4対3と近鉄が接戦をものにします。続く第2戦、今度は桑田が先発です。巨人はここで一矢報いたいところです。桑田は前半を無失点に抑えますが、後半球威が衰え、リベラ鈴木の連続長打などで6点を失います。この年巨人に移籍したキャッチャー中尾は近鉄バッターの弱点をつくリードをしますが、それが裏目に出てしまいます。データを、中心視しすぎたっていうか、やっぱりあのバッターっていうのはその、強いところのそばには弱いところがあって、弱いところのそばには、まあ、強いところがあるっていう部分があったんですけれども、僕が思ったところよりは少しずつ甘く入ってきちゃったんですよ。結局この日も6対3で近鉄の勝利。巨人は斉藤、桑田の両エースを投入しながらよもやの2連敗です。第3戦、巨人は本拠地東京ドームで再起をかけます。この日の先発は第1戦で斉藤をリリーフして好投を見せた左腕宮本。しかしまたしても猛牛打線に捕まります。近鉄は2回を終わって三山のホームランなどで3対0とリードを奪います。ところがこの後、巨人の投手陣が近鉄打線をピシャリと抑えます。4回から変わった水野、そして7回には怪我をして登板した牧原、2人の緩急を巧みに使い分けたピッチングに近鉄打線はタイミングが合わず4回以降ノーヒット。巨人は初めて明るい材料を見出します。ところが打線の方は不振から抜け出せません。3番篠塚、そしてこの日7番に降格した原は特に不調です。原はシリーズ開始以来ノーヒットと重傷です。巨人投手陣の健闘も虚しく、序盤のリードを守った近鉄が3対0と勝って3連勝、日本一に王手をかけます。巨人絶対絶命のピンチです。というわけでこの時も3連敗確かね、はい、しました。あれよあれよという間にですね、こんなはずじゃなかったなっていう気がね、あの投手力には自信がありましたから、本当に意外でしたね。その投手陣なんですが、このような成績になっておりまして、斉藤投手が20勝、そして桑田投手が17勝、はい、牧原投手はあのこの年怪我で、シーズンの後半は半月板を損傷しましてね、ダメになりました。にもかかわらず12勝を上げているという状態で、ただこの牧原、廣田、ガリクソン、はい、この3人は、怪我でシリーズ日本シリーズに関しては出られないような状態だったということということは、牧原さんが出られないとちょっと頭の痛いところでしたね。非常に頭痛かったですね。ですね、はい、3本柱の1本かけるっていうことは大変なことなんですね、原選手っていうのは毎年不審だって言われてるんですね。いや、VTR 見ますと必ず入ってきますから、なんでなんでしょうね、それもかわいそうな話ですよ。僕そうですよね、でも打ってなくはないですよね。打ってますよね、もう十分打ってるんですけどね、あんまり期待の大きい時にちょっとミスが目立つんですよね。そうですね、その辺が大きくクローズアップされてますから、そうですよね、非常に気の毒な
ホームランの数にしても打率にしても悪くはないんですよ、決して。そうですね、歴代の4番バッターの中ではもう。そうなんですよ、十分合格点です。ですね。まあ、3連敗、一番の敗因というのは何ですかね、監督。近鉄の調子をね、掴みきれないで、いつもの自分たちの調子で向かっていったことですね。オープン戦で痛い目にあってんです、この年。あ、そうなんですか。むちゃくちゃ打たれてるんです。はい。そのまま行っちゃったんですね。そういう気持ちでね、いつものピッチングをすれば、抑えられるというね、あの投手陣全体にも私にもそういう自信があって、総合力はこちらの方が上だという気持ちがやっぱあったんですね、それが逆に相手方に、そういう意味では早く優勝がペナントレースで決まってますから、データとかをチェックする時間とか相手のこうなんていうんですか、これがね怖いんですね、今の中尾がちょっと言ってましたでしょ、データを研究しすぎますとね、データにもとらわれてしまいましてね、相手の強いとこばっかりが膨らんでくるんですね。あ、なるほど。本当は弱いとこ調べればいいんですけど。そうですね、先ほどあの中尾さんも言ってましたけども、本当に弱点のところにはこうなんていうんですかね、長所のところに近くに対処があるんですよね、本当紙一重のところにあるんですよね、もうフグの肝みたいなもんですね手出しちゃいけないけども美味しいというただこれ難しい駆け引きが食べちゃうと危ないというでも行ってみたいってちょっとピリッとくるぐらいだったんですね。そうなんですね、この頃合いなんでしょうね、まあそういうわけでございまして、この後ジャイアンツのですね、大反撃が始まるわけですけどもね、はい、第4戦以降ご覧ください、どうぞ。3連敗で崖っぷちに立たされた巨人、しかも第3戦終了後のヒーローインタビューではこんな発言も飛び出しました。別にとりあえずフォアボールだけ出さなかったらね、まあ打たれそうな気しなかったんで、まあ大したことなかったですね。もうもちろんシーズンの方がよっぽどしんどかったですからね、相手も強いし、この言葉は眠っていた巨人の選手たちの闘志を奮い立たせました。怒りまくった選手もいましたけれども、僕自身はなんかこう目が覚めたというか、なんか今までは夢を見てるような感じがありました、相手をこう立てながらとかそういう感じの喋りっていうのはあまり僕自身できるタイプじゃないんですよね。で、まあ、聞かれてその質問にそのまま、まあ自分自身の気持ちをそのまま言っただけですけどね、まあでもね、道打ちが勝つわなっていう感じで、向こうが怒ろうがどうしようがね、そんなもんは関係ないわっていう感じだったですけどね。第4戦、藤田監督はシリーズ前に決めたローテーション通り戸田を先発に起用します。絶対に負けられないこのゲーム、エースの斉藤や桑田を起用する道もありました。しかし、あえてローテーションを守り、チーム全員で残る一戦一戦を戦っていく。それが第7戦まで勝ち抜くための藤田監督の作戦だったのです。1回表、近鉄の先頭バッターは大石。第1戦で斉藤からホームランを打っている相手ですが、戸田はうまくサードフライに仕留めます。しかし、2番新井はレフト前ヒット。迎えるバッターは3番ブライアント。一発があるだけに最も怖い相手です。ここで戸田は絶妙のピッチングを見せます。まず時速80キロという超スローカーブで相手の打ち気をはぐらかします。緩急っていうか縦の変化っていうものにすごくなんか近鉄のバッターがあまり合ってなかったような感じがあったんで、それを見てて、ああ僕もそれだったらもしかしたらいけるかなっていう。甲田の投球に翻弄されるブライアント、タイミングが全くつかめません。最後は137キロのストレートを見逃しの三振。甲田順調な立ち上がりです。彼のピッチングは素晴らしかったよ。失うものは何もないという気迫を感じたね。カーブがあんまりにも遅いんでストレートがとても速く感じられたよ。近鉄の先発は小野。小野はシーズン中肘を痛めていて順調とは言えない状態でした。この日近鉄にはエース天野を立て一気に勝負をつける選択もありました。
しかし第一戦を完投した阿波野の疲れを考え、大井監督は阿波野を第5戦以降に温存したのです。一方、藤田監督はこの日から打線を組み替え、トップバッターにベテラン美濃田を起用しました。美濃田は期待に応え、左中間にツーベースヒットを放ちます。送りバントで三塁に進んだ美濃田は岡崎の犠牲フライでホームに駆け込みます。この時、美濃田はベテランならではのうまい走塁を見せ、回り込んで見事ホームイン。藤田監督の采配が当たり、1点を先取します。高田は2回以降も安定したピッチングを続けます。近鉄打線を3発3安打に抑え、三振8つを奪います。結局、巨人は5対0で近鉄をシャットアウト。第3戦まで一方的に近鉄に傾いていた流れをせき止め、崖っぷちで踏みとどまったのです。今心残りなのはね、第4戦に阿波野が行けていけないこともなかったというのがね、実情だったと思いますね。まあ、その時に、頑張ってくれよと言えば本人、頑張ってくれたかもしれませんね。第5戦、巨人先発は斉藤。斉藤も第1戦とは見違えるようなピッチングを見せ、近鉄打線を1点に抑えます。近鉄はこの試合で勝負を決めようと1日遅れてエース阿波野を先発させました。しかし、やっと火のついた巨人打線が阿波野に襲いかかります。不振の原にも満塁ホームランが出て、6対1で巨人連勝。流れは一挙に巨人へと傾きます。勢いづいた巨人は第6戦も勝ち、勝負は第7戦までもつれ込みました。巨人高田、近鉄加藤、ともにシリーズ2度目の先発です。だから僕は4戦投げたらもう終わりだと思ってたんですね。だからでも中3日で行くよってまた監督に言われて、7戦目勝てば日本一だ、そういうふうに思って、だからもう気持ちだけで投げる、とりあえず5回までっていう感じで気持ちだけで投げようとは思ってましたけどね。まさか回ってくると思ってなかったですからね、自分まで順番が。だからまた投げなあかんのかっていう感じだったですけどね。高田はこの日も得意のスローカーブを織り交ぜながら猛牛打線をかわしていきます。巨人打線も序盤からホームラン攻勢をかけます。まず2回表、駒田が加藤への鬱憤を晴らすかのようなソロホームラン。そして6回表、原、中畑が連続ホームラン。これで巨人は7対2と近鉄を突き放し、優勝に向けて大きく前進します。勝利に対する意欲というか、なんかそういうものが、強いほどやっぱり、勝負に反映するんじゃないかなという、そういう、まあ、気はしますね。いよいよ迎えた9回裏、近鉄は最後の抵抗を見せ、8対5と3点差まで詰め寄ります。しかし、高田を引き継いだ宮本はここで踏ん張ります。平凡だ、ライト前進、井上前進、掴んだ、井上が掴みました。ジャイアンツ日本一、昭和56年以来8年ぶり。3連敗後の4連勝、それは藤田監督の深い読みと選手への信頼が勝ち取った勝利だったのです。勝った時は褒められていいですね。いいですね。コメント内容全然違いますからね。しかしまあこの試合もまた3連敗の後の4連勝ということで、もう3連敗中は叩かれまくって、そしていよいよまあもう勝つしか方法はないという、負けるわけにはいかないわけですから、そこで登板したのが高田投手。そうですね、はい、あの牧原がいない、いればね、当然牧原が回ってくるところだったんですけども、もう高田にかけるしかないんですね。宮本か高田にかけるしかないんですね。ただね、あの高田の縦の抜けるカーブがですね、これが通用するんじゃないかなっていう気があったんです。かなりでも冴え渡ってましたね、この時は。あの画面にも出ましたけど、ブライアントに投げてみて、あのカーブが全然合わないので、高田自身すごく自信を持って、こちらもね、この球がストライクになれば
いけるぞっていう気を強く持ったんですね、うん、なるほど、だからその後の試合では近鉄サイドとしては、はい、あの抜ける球が各ピッチャー使うんじゃないかなっていう心配ずいぶんして打線がちょっと狂ってきたんじゃないかなっていう気がしますけどね、なるほどね、80キロの縦のカーブですか、あれはなかなかこうその後ストレートが来ると130数キロでも速く見えるという、そうですね、もう140キロずっと超えたような感じに、投げる方はものすごく勇気がいるんです。そうですよね、はい、さてこちらがその、まあ、巨人の登板投手なんですけれども、まあ、第4戦の幸田さんがポイントだったんではないかというふうに言われておりますが、この時点でやはりもう7戦まで持ち込むんだっていう、そんなことないです、もう負けたら終わりですから、もちろん幸田を立てましたけど後ろに全投手をリリーフに用意しましたですから、あ、そうですか、コードがちょっとでも悪かったらすぐ全部桑田も斉藤も全部追い込む気でいましたから、あ、そうですか、すぐ行けるような状態敗戦の陣でコードを出したら、はい、うまくいったっていうね、やっぱジャイアンツってのは常に勝たなきゃいけないという宿命があると言われてて、3連敗した後にあの武田さんがね、あの来て宿舎にわざわざいらして、4戦目は斉藤を出せって言ったという噂を僕聞いたことあるんですよ。それはありませんでしたね、あの話が聞きたいから行くよって電話が入ったんです、いやもう夜ですからこちらから伺いますよって言ったら、いやいやもう明日試合があるから申し訳ないから行くからって来られましてね、でもやるだけやったんだからいいじゃないかよ、たとえ4つで終わってもね、自分たちがこれだけやったんだって満足感があればそれで藤田君いいよって言ってくださったんですね、それはなんかこうマスコミで聞いてる話とは全然違います、あ、じゃあ投手については全然、それであのお茶菓子に出したシュークリームをこれもらって帰るよってポケットへしまわれてね、それで帰っていかれたんですけど、それで私自身の気持ちがなんかねこう霧が晴れたみたいなね、すごくこう気持ちが良くなったんですね、なんかもうやまやますってしまって、よしそれじゃあもうねありったけのもん出そうぞ、それを選手にも伝えて、近鉄の投手の加藤さんの話っていうのは結構選手に火をつけたんじゃないですか、確かにね駒田あたりはね、何をって言ってましたけど、それ実際に加藤君が喋ったことは実際そのそれまでのジャイアンツを見ますとその通りなんです、はい、そのまんまですよ ね、 確かに言われて正直だったです彼はね、だけど何をという敵外心を起こした選手が何人かいましてね、駒田なんかホームラン打った時に薬見たかっていう大きな声で、そうですよね、言ってましたでしょ、あの三塁回ったところで何か言ってますよね、あれぐらいね、それに敏感に感じてね、どうしてもやってやるんだっていう気概を奮い立たせてくれた、こちらにはプラスになった、そうですね、それとね、やっぱり私が近鉄側の立場に立って考えてみると、一つでいいんだよと、一つ勝てばいいんだよと、それでシリーズ決まりじゃないかと、まあゆっくり一つ勝とうやとみたいな気持ちがあったんじゃないかなと、あ、なるほど、こちらから見ると天野が来られたら非常に怖いんです、天野が一番マークだったんです、それがとりあえず来なかった、来なかったんで、一つ寿命が伸びたわいという感じですね、ちょっと近鉄側としては余裕が出てしまったんですか、ですからああいう短期決戦っていうのは叩く時には徹底的にね、倒れた上を踏みつけてその上にねじりつけるっていうような気持ちを持ってないと怖いですね、いつどこで引き返るかわからないです、余裕や油断を見せると、そこに疲れてくるという、まあ、今回それがあったからこそまだジャイアンツがこう、そうですね、よかったようなね、これもありましたけども、今回もどういうふうな日本シリーズになるんでしょうかね、もう大まかに見て、大まかに見ましてね、そうですね、案外ね下馬評よりも接戦をするんじゃないかな、そのね嫌なのが一人いなくなったんですね、あのこの前に会った時デストラーデという、顔つきから体つきから飛ぶ距離からねそうですね、見た感じ迫力ありましたからもう ね、 もうね見るだけでね嫌な感じがした人が一人いないでしょう、ただ西武が足を使ってきた時にね、ジャイアンツがそれにかき回されてペースを狂わせる危険性はありますけど、それ以外ですと非常に面白い接戦ができるんじゃないかなと、なるほど、こういった話をしてますとね、藤田さんまた監督やってみたいなんて気持ちないですか、もういいですもういいですか話だけでいいですか、もうあの卒業生ですから、もう、そうですか、我々こう、野球ファンとしてはまた藤田さんにやっていただきたいという声もかなりありますよ、もうね、あの将来の
野球界を背負って立つ子供たちと一緒に遊びたいです、うん、あ、はい、長嶋さんにもし今一言おっしゃるとすれば何か、うん、いやもうね、あの特別なことを考えなさんだと、うん、で思い通りにやってくださいと、うん、ね、うん、自分の持ってる監督術っていうのを自信を持って思い通りにやることが一番いいですから、うん、思い通りにやりすぎてバッターボックスに立つなんていうこともありそうな感じがしないでもないですから、その辺が怖いですね、長嶋監督の場合はね。いや、何が起こるか、ね、さあそういったわけでこの後はですね、100万倍の目でシリーズを大予想、科学の目で切ってみます。さあというわけで先生は今日は日本シリーズを科学の目で切っていただくということですけども、いやーしかし辛いですね、名古屋生まれ名古屋育ちとしましてはそうですね、この今日お話するってのはあそこまで盛り上げておいてすっかり体制に影響がなくなってますもんね。まあしかしあの野球ファンとしてはあの、はい、このシリーズ前にどっち勝つんだろうっていう、こう予測するってのはすごい楽しいですよね。そうですね。だから今日あの一つあの数字を使ってちょっとお遊びになるかもしれませんけど、はい、科学の目で実体全体どっち勝つんだろうというこの予測をですね、はい、ちょっとやってみようと今日思うんです。また行きますね先生、斬新な、ぜひ三田さんもちょっとよく見ててください、はいはい、はい、実はですね科学ではよく予測するときにですね、はい、相関係数なんていうちょっとまあ難しい言葉なんですけど、はい、こんなのをよく使ってやるんですね、うん、1試合に打つホームランの数をこう取ってみるわけです、はい、でその試合でどれだけ点数を取れるかっていうのをこう取ってみるわけです、うんうん、そうしますとこれちょっと見てください。だいたいこのホームランのようにこうホームランを打てば点数が上がってくるっていう時に、はい、相関係数っていうのが高い、うん、でこういうに少しこうばらついて、まあ、たまにはこう落ちてしまうこともあるときに相関係数が低いと言いますけども、はい、この相関係数で、何が一番得点に関係しているかっていうのを、うん、過去10年間の日本シリーズのいろんなデータを実はコンピューターに入れまして、うん、で実はあの、ホームランの数だとか、はい、あるいはヒットだとか、うん、フォアボールだとか犠打、はい、だとかどれが一番得点に関係しているか。それもちろん一番すぐ入るのはホームランですよ。ホームランですね。まあ、それからヒット、まあ、二塁打三塁打、まあ、こういう順番じゃないですか、ですね、はい、それがですね実はこういう結果になったんでちょっと見ていただきたいと思います。ここに今相関係数ということをさっき出しましたけども、この値が大きいほど得点と関係しているという意味なんです、はい、だから先ほど、中山さんがホームランでしょう、ホームランは確かに一番大きい数値になってますね、はい、これも得点に非常に関係してくると、ちょっとここら辺見てください。実は2番目にですね四死球の数が実は得点にすごく関係してくるんだと。2番目がじゃあフォアボールっていうことですか。そうですね、まあ、もう一つ同じようにこう犠打バンドが決まるかどうか、これが得点に関係してくる。こういうことでよろしいんですかね。そうですね、あの四死球を出した後に打たれる率ってのは非常に高くなりますから、はい、あなるほど、だから犠打が多い方がいいっていうのは、はい、得点圏内にランナーを進めるということですから、はいはいはい、ですからどうしても得点は多くなってきますよね、あなるほど。じゃあヒットとか二塁打とか三塁打とかこれはないわけですね。ですね、ヒットとか二塁打っていうのはそれよりも低いんですね。だから例えば私がもし、藤田さんのように野球の監督を頼まれたと、はい、こうする場合ですね、うん、まあ、チームの中にホームランが打てるバッターが2人ほど、うん、よく打てるバッターが、ほうほう、もうフォアボールを確実に選べるようなバッターがやっぱり2人ぐらい、ほうほう、でバンドできちっと送れるバッターが2人ぐらい、まあ、あとはあのピッチャーとかいろいろいますから、まあ、それだけ揃えば必ず勝てそうだと、これは科学から判断したチーム作りです。そう言われてもでもね、まあ、それは分かってはいますけども実はですね、まあ、こんなような結果を見ながら、今度戦う巨人と西武ですね、はい、どちらに勝ち星がいくかという、これをちょっと予測してみたいと思うんです。ズバリいきますか先生。ズバリ今日は行きましょう。これはあの今シーズンの、はい、ホームランと四死球と犠打数の各チームの数値なんですけども、うん、ホームランこれ122の122でどちらも同じですから、ですね、まあ、これは互角と、はいはい、フォアボール四死球の数ですね、うん、まあ、これを見ますと巨人が451で西武が511、ほうほう、これはもう西武の方がかなり多いとなりますね、うん、犠打の数これは巨人が136で西武が144、やはりこちらの方が多いと、はい、いうことになりますと、あら大変、まあ、あの巨人ファンには申し訳ないんですけども、数字の上から言うと西武有利と。いやでもね先生、一つ先生はね、はい、科学の目で切りすぎて間違いが一つあります。西武パリーグにはね指名打者制があるんですよ。あれですからこれ多分おそらく1割ぐらい多くなってるでしょう、はい、ねフォアボール選んでるのは。ですからそうなると同じぐらいですね。
私もあの藤田さんなんですけど、ちょっとデータに溺れると思いまして言われたらそうですね。そうしますと、あの、はい、ちょうど ね、 そうですね、同じぐらいになりますよね。そうですね。なるほど。というと、はい、いやなるほどじゃなくて先生それも入れて計算してください。そうですか。それはあの、まあ、無視しましょう。無視して日本シリーズは半々ずつありますからね、ちゃんとね。そうですね、はい。まあ、この辺は五分になるんではないか、まさに、まあ、やってみないとわからないという結論になりました。それだけ先生、今日はどうもありがとうございました。さあ、この辺でヤクさんの絵ができた模様です。ヤクさん。はい、というわけで今日はですね、胴上げの絵を描かせていただきました。言いますのもですね、私あの藤田監督在任中ですね、はい、1000本か2000本アンチ巨人の立場から漫画を描きまくったのですね、お詫びの意味も込めまして、はい、随分悪口書かれてましたね、そういえば胴上げの絵をさせていただきました。ありがとうございます。というわけでいかがですか。いや、こういういい思いをね、いっぱいさせてもらってですね、本当にありがたいです。いろいろありがとうございました。まあ、最後に一つ聞いてよろしいでしょうか。明日の巨人西武、ね、始まりますけれども、何勝何敗でどちらか。いや、今年はもうね、はい、7戦まで行くような気がします。7戦まで行く、はい、そしてこのところはちょっと分かりませんね。その時の流れで変わりますんでね、はい、簡単にはジャイアンツに勝ってほしいですけど、はい、はい。皆さんどうも今日ありがとうございました。ありがとうございました。藤田元さんでした。